どうも村田です。今日はね、バク転できる人がバク宙をできるようにするためにどういうふうにこう進化させていったらできるようになるのかっていう話をしていきたいなと思います。一応過去にね、バク転とバク宙のやり方は根本的に違うんだよと、やり方は、別物なんだよっていう話をねしたことがあるんです。じゃあなぜこの話をするかっていうと、一応ね、その例えば真過去からバク転にこう進化させるっていう、そういうやり方みたいなのがあるんですよ。これは僕あんまりおすすめしないんです。なんでかっていうと、歪んじゃって、その歪みを矯正するのにすごい時間かかるし、一生もしかしたら治らないかもしれないみたいなデメリットがあるわけですね。なのでこのデメリットとして大きすぎると僕は思うんです。なんだけど、このバク転からバク宙の工程に関しては、確かにこの反ったものを元に戻していくっていう、工程が、余計な工程が入ってはしまうんだけど、致命的な、デメリットにはならないかなと僕は感じるわけですね。なので、このやり方を紹介したいんですけど、もしちょっと、いやー、なんかでもちょっとでもそういう癖がついちゃって戻らない可能性がみたいなことを考える人がいるのであれば、まあ別に参考にしなくてもいいかなって思うんですね。ただ、その僕がこの紹介したい本当のっていうか、一番の理由はですね、じゃあそのバク宙専用の練習をするってなった時にね、補助がいなかったらどうするの、あるいは施設なかったらどうするのっていう話なんですよ。ってなったら詰めまきですよ。もうなんかね、根性で生きるか死ぬかでバク宙をするしかなくなるわけですね。ってなったらもう一生バク宙できないのはかわいそうだなと思ったから、この練習方法を、しかもまあデメリットはね、個人的に少ないと思うしね、だから紹介したいっていう話なんですね。でバク宙の本来のやり方っていうのは、ジャンプしてこうひっくり返る、まあ反るっていう工程を挟まないで練習していくっていうのが、まあ理想ではあるんですよね、綺麗なバク宙をするためには。なんだけど、なかったらさ、マットとかなかったら無理っしょ、補助なかったら無理っしょ。なので、もしよかったら今回の練習方法をね、試してみてくださいっていう話なんですけど、例えば自分の周りに補助してくれる仲間がいるよとか、エバーマットとかマットとかちゃんと練習ができるっていう環境があるんだよっていう人がいるのであれば、まあ本当はね、ちゃんとこう反らないっていう感じのバク宙の工程を歩んだ方がいいかなと思います。でもまあ、どっちを選ぶのはあなたの自由なので、それは好きにしてもらっていいのかなって思いますね。で、早速ね、このバク転の進化のさせ方について話していきたいなと思うんですが、今これ前提としてね、バク転ができる人に向かって喋ってますから、このバク転をステップ1としては、こんな感じで、少しね、高い感じでバク転をしてほしいんですよ。だから、手がつくのが遅れるようなバク転ですね。これをやってほしいんです。で、こうやって手がつくのが遅れるようなバク転をやったら、次は、その手がつかないようにやるっていうことを目指してほしいんですね。で、それをするときにちょっとコツがあって、反った後、しっかり腹筋を持ってこないと、あるいは腹筋を持ってくるっていうのがベースなんですけど、膝をしっかりこう曲げるとか、ちっちゃくなるってことですね、できるだけね。っていうことをしないと、こう回ってこないんですよ。いつまでも、その手をつくっていうことから卒業できないので、引っ張った後は、反った後は、できる限り思いっきりこう腹筋使って引っ張っていきましょう。ちっちゃくなりましょうっていうことなんですよね。で、回転のコツを踏まえた上で、だんだんね、このバク転の方向っていうのを、後ろではなく、だんだんこう、ちょっとずつちょっとずつ斜めを狙っていく。んですよ。それで高さと回転力っていうのを、つけながらバク宙を目指していくと。で、そうすると最終的にはこんな感じですげえ反ったバク宙が出来上がると思うんですね。で、こっから、戻していく、反らないようにするっていう工程が入ります。最初から床を見に行こうとするから体が反るわけですよね。なので、できるだけこう最初の方は前を見るように意識します。それでも反っちゃうと思うんですけど、こういう風に引っ張ってバク宙をしたら、次はできるだけ 0.1 秒でもいいので長く前を見て反らないように頑張るんです。今こういう風に反ったとしたら、これをだんだんこういう風にしていくということですね。だからつまりこう見えるかな。じゃあちょっともうちょっと分かりやすくするために少し横向きますよ。こうでしょ。で、最初はバク転チックだからこうですよね。こういう感じになるわけよ。で、これを少し、こう上に引っ張って、そして反らないように修正していきたいから、できるだけ 0.1 秒でもいいから前を見るようにして、こういうことですよ。で、これをだんだん次はこうとか、次はこうみたいな感じでマシにしていくってことですね。最初はやっぱりこう見た後もこういう風にやっちゃうと思うんですよ。見ました、でもやっぱり床見ます、顎上げちゃいますみたいな。そしたら途中で反っちゃうから、慣れてきたら本当にね、このままなんですよ。このまま、ジャンプしてひっくり返って、このままこういくみたいな感じですね。で、そうするとじゃあ床見えないじゃんって思うかもしれないんですけど、見えるんですよ。ここちょっとちょうどペットボトルがあったわ。ここ目ね、ここ目ね。
まっすぐこうジャンプするでしょ、でこうするでしょ、回転するでしょ、これ反ってないよね、まっすぐだからね。ペットボトルが一番まっすぐなんだよね、姿勢いいんだよね。まあ、それは置いといて、もうほらこの辺でね床が見えてくるわけです。まあ、こっちが見えるかもしれないけど、この段階だったら、でもこの段階だったらほらもう真下見えるでしょみたいな感じなので、空中感覚がついてくれば別に反らなくってもちゃんと床確認できるようになるんですよ、みたいな感じでこうやって修正していくっていうことなんですよね。今回はバク転をバク宙に進化させるためのやり方について話していったんですけど、私そもそもバク転ができませんという方はですね、続きおすすめの動画として概要欄にバク転の始め方とかやり方についての動画のリンク貼っておきますから、そちらもよかったら参考にしてみてください。あとはね、この練習をやっていったらバク宙ができたとしてもバク転なんかできなくなりそうっていう方がいると思うんですよ。これはね、その反るバク宙をやろうとやらないと結構抱える問題なんですよ。みんな安定しない、バク転がこう上に行くようになっちゃったとかね、あるんですよ。あるいはバク宙が後ろに行くようになっちゃったとかあるんですよ。だからこれを防ぐための練習方法っていうのを僕思いつきましたんで、そちらもよかったら貼っておきますんで、よかったら参考にしてみてください。このチャンネルではですね、普段こういった王道的な解説みたいなのもしてるんですけど、あんまり他の人がやってないような感じで、その技を習得するためには、上達させるためにはどうしたらいいのかっていうことを、もっと分解に分解を重ねて、心理学とかその考え方の面とか、もっと細かいところからアプローチした解説みたいなことをしてますんで、もしよかったらチャンネル登録とか高評価をしてもらえるとすげえ励みになります。以上、ムラトでした。バイバイ。